儲け損なったけん。どうしてそうあるかな。伊藤さん無視です。聞いちょんの？聞いてねえやねんけど。そうなあ、スンとすると思う。行ってきます。だから落ち込んじゃうの。ああ怒っちゃう、怒っちゃう、すぐ怒っちゃう。はい、乗りよっちゃ。はい、昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川直哉です。はい、どうも。今日はですね、こちらソアラですね、こちらを納車に行こうと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。これはですね、2月のまあ2月中旬ぐらいから話してて、まあ契約いただいたのが2月後半だから、まあまるっと1ヶ月ぐらいかかりましたね。やはりまあいろいろ症状が出てきて、直してるところが崩れていってとか、まあこの旧車あるあるで済ましちゃダメなんでしょうけども、うん、点検してるそばからそこが調子悪くなってとかいろいろありましたけれども、やっとようにというか、もうバリッと完璧な状態になったので、今日今からお持ちするということでございます。1ヶ月半前、まあ約2ヶ月前にオーナーが来て、うん、まあ車が すごい好きなオーナーで、自分でまあいろいろできるみたいに、でまあ乗ってきた車もなんか自分がこうカスタムしたような、ちょっと下取りをそれをして帰るんですけど、そういう車をですね、乗ってきて、まあ、車が好きなんだというのはもうすごい伝わってきて、でまあこのソアラをね気に入ってくれてて、それで購入をまあ一回はちょっと諦めたい、うーんっていう感じで、うん、やっぱまあいろいろね、その、まあ、考えて、でもその2週間後ぐらいかな、やはり行こうかっていう話になってまあまあそのこちらの出した条件もまあ良かったんですよね、オーナー的にも。下取りはムーブですね、軽自動車です。ちょうど良かったです。うちの時枝くんの通勤車でいいんじゃないですか。そんな感じ、激しいんでいいと思いますよ。あれ、ダメじゃん伊藤ちゃん。いや、土がちょっと緩かったんで、ちょっとこっちも緩いんで、両方ともちょっと緩んでます。やっぱ1時間走ると緩むね。もう一回ガチッ、そうそうそう、もそう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 、これはいけませんね。伊藤さんどうすか、その後、その後どうすか伊藤さん、はい、ご機嫌麗しい。ちょっと笑顔が出てきた、笑顔にっこりにっこり。じゃあ行きましょう、はい、行くぜ。伊藤ちゃんも元気になっちゃえ。気を持ち直しましたね、さすがプロですね。叱られや始めるか。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。あ、こんにちは。ちょっと向こうに止めてきます。こっち側に右側に止めとったら、右側ですね、はい、そこにある荷物積まない。ああ、わかりました、はい、お願いします。俺流、ありがとうございます。今日ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。納車ありがとうって書いてます。ありがとうございます。はい、ちょっと こちらいつもの、はい、いつえもんでございます。これ納車ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いえ、どうもありがとうございます。もういろいろありましたが、なんか、あ、いえいえ、伊藤ちゃんをいつも鍛えていただいて、あ、いえいえ、今後も1日3回ぐらい電話していただけるとピシャッとなりますんで、
じゃあいただいたよ。ありがとうございます。はい。はい。今日ちょっと顔が曇ってるんですけど。あ、またなんかあったの。あれを。泣きを、ね。泣きを、あれを。じゃあいいのもらったやん。ね。はい。ふざけた時は馬もある。ああ、馬もある。よかった。伊藤ちゃん、いろいろいただいてよかったですね。おっと。これあの。社長、あれ、店の前のやつの配達会。あ、いいんですか？なんかほら、やれとったっけ、あれ、薄いで。なんで大体これが家にあるんですか？これが、これが、純正やね。はい、純正。光傷なし。はい、こっちがスタッドです。あ、スタッドです。ああ。これが純正シートで。はい。はい。ふざけた時は馬もある。ああ、馬もある。よかった。伊藤ちゃん、いろいろいただいてよかったですね。はい。ということじゃあ。これを、これはもう撮影しなくていいんです。撮影します。これは、そうですね。今からちょっと説明してもらいます。先に。なるほど。はい。で、それから動かしたら。そうですね。それから動かすんで、ちょっとこちらのご説明を、下取り者はこちらでございます。で、下取り者がですね、このちょっと、ファンキーなムーブでございますけれども。もともとはこれあれですか ?RS グレードが。そうです。4気筒ターボのやつですね。そうですね。はい。はい、はあ。前期ですね。前期なんですね。で、フロントスポイラーがついたり、いろいろ変わってますね。うん、ここじゃあ、見える範囲では。ブローフバルブ。はい。エアクリーナー。で、これは自分で作りました。ほうほう。車庫帳も入ってます、ね。車庫帳入ってますね、店員がね。はあ、店員の車庫帳。はい。ナンバーも中学校のボタンがついてます。これ僕お気に入りなんですよ。これ評価が高かった。来てすぐ。中学校ボタン。はい。これリップスポイラーとかはブーブー用ですか？いや、未来かなんかのダイヤツの純正です。ああ、そうなんですね、はい。で、サイドステップが変えられてて。はい。で、ホイールがアクアですよね。これアクアの純正には見えないですね。うん、あんちゃんとマークがここに彫りがあるんで、車検は大丈夫。アクア純正ホイール。で、オーバーフェンダーでしょ？はい、はい。あ、本当だ、うん。ちょっとオーバーフェンダーがついてますね。ちょっとこう低く見えるように。はい。あ、本当だ。両面で貼って。へぇー。あ、ホイールのね、そうです。タイヤとの。あんまり下げすぎたらこの走れないんで、それでこう横で低く見えるように。で、内装はレカロのバケットに変えられてる。そうですね。はあ、で、ワークスベルのハンドルボスと。はい。で、ツインナビ。これ、ナビがだから、ナビしながら DVD も見れるようになってるんですよね。エンジンが、これでかかると思いきや、これダミーなんですよね。ダミー。で、こっちでかかるんですよね。そうです。ブレーキ踏んで。これ押したらかかるんですね。おお、止めるときもこれなん。あ、止めるときはラーチ離していいですよ。で、もう一回。おお、なるほど。セキュリティ対策。はあ、そういうことです。誰も多分。誰もわかんない。でもこれ動画で上げたらみんなにわかっちゃう。あのサタビルダーズのサタくんがローレの。へえ。初めて生で見た。はあ、これちっちゃいなまたハンドルが。あ、純正もあります。全部。ハンドルも。とにかく、純正部品は全部あっこにあるんで。はい、はい。車検がまず、陸地は大丈夫。はい。ありがとうございます。よし。じゃあ、これ。あ、もうできちゃう。もうできちゃう。作った。ああ、これそうなの。あ、持って帰ったキー。あ、そうそう。で、これ、車で積んどこいって。はい、はいはいはい。エアタグを。ああ、なるほど。すごいな。早いな、することが。ああ、お願いします。ムーブちゃん、ラストランを。あ、どこまで行ったらいいんですか？あ、公園のとこまでで大丈夫です。はいはい、すいません、ビニールまでしていただいて。あ、いいえ。うわ、中めちゃくちゃ綺麗。これ、純正マット。あ、純正です。全部。はあ、すごいな。いや、マット3つぐらいあるんで、あの純正が。汚れた時の。あ、ほんとです。へえ。これも、お渡しするんで。あ、おお、毎度お騒がせしますの。ミポリンが、ミポリンのおっぱいが見えるところですか？これも、あの、僕の肩身を。僕の肩身を。懐かしいでしょ、これ。懐かしいですね。ここでボリューム上げて。あ、そこで、ああ。ここで上げたり。すげえ。それ。ああ、今が、ああ、綺麗やろ。
ください。後で声かける。うん、いや、ご近所さんや。佐川急便の人も後で見に来るちょっと。もう来ましたかとか言って、これまだ来んよって言って、またもう一回来ますとか言ってから、またぐるっと回ってくる。もうみんなソアラ買うとみんな食いついてから、近所の人が。俺が車好きって知っとるもんやけん。新しい鍵でございます。ありがとうございます。これ、あの、買った人しかつかない。へえ、そうです。幻のインパクトキーホルダー。はい、ありがとうございます。原価760円。ちょっと倍から1500円で。倍価売ってないんで。はい、じゃあ下ろします。はい、お願いします。ちゃんと喋ってます。喋るよるね。はい、これピアスボルトです。あ、ありがとうございます。はい、終わった。社長、ゆっくりね、ゆっくりゆっくり。おらえ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 。後ろ大丈夫ですか？後ろ大丈夫です。ゆっくり、おらえ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 。社長、あれ止まるまで、うん、窓辺までよいしょ。これで、こっちに引っ張る。伊藤ちゃんもいつも怒られてるんですか？いつも天才、怒らせる天才ですね。俺もちょっとこう、いろいろあって、この人なんで言葉を選べんのかなって思って、自分の言いたいことをわーって言うけ、いやいや、違うって、ちょっと聞いてって言ってから。違う、ちょっと聞いてってから。いや、お客さん俺やけんってから。あの、そう、お客さんありきの仕事やけ、ちょっと待って、俺の話を聞いてってから。いや、できません。いや、そうじゃないで。違うよねってからさ、トヨタにおったんでしょって俺言ったもんだけど。もうちょっと俺の話を聞いてから答え出してってから。いや、できません、しません。いやみたいな。だから社長がもう電話してきて、社長の家を答えたら多分分かるんやけど、なんかもうできません、できません。いや、それじゃ商売にならんよって俺、伊藤さんに言ったんやけど、なんでできんのかっていうのを多分言わないけんけん。原因があってできんの分かるけど、その原因をみんなが聞きよるけん、はあ、原因を言わんと。その通り、うん、でもあれ、でも波長があったら、お客さんと波長が合えば多分うまくいくパターンの人なんやね。そう波長がね、合えば。波長が合わんかったら多分喧嘩になるお客さんやもんね。、うん、すごい。では試乗に行きましょうか。うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まあできたらオーディオを復活させていただけると、うん、これちょっとだけナビ入れて、はい、これ家に持って帰ってハンダでちょっと見ながらテスト当てて、はい、そうですね。お、前のオーナーが綺麗に乗ったっすね。あ、全部もう塗りました、うん、もう手でビビって合わせたらいいんでしょ。こう指で押して。あ、そうですね。これはもうあれがついてないです。で、ここに色と、はい、ロックナットの頭と、はい、色2色つけてます。はい、すいません。もう色作るぐらいだったらもう塗りよっつって塗ったんです、うん、結構ここらがこうね、やれとった、はい、あれですよ。で、うん、もう両方塗りました、うん、全然いいですね。なんか音がやっぱあのゴムが新しい。そうですよね。ボトンボトンって言うと、あとハンドルもまっすぐなってたり、うん、なった。なんかこうなってたもんね。そう一生懸命みんな整備とかしてくれてから、昨日見た動画もソアラが見切れてから、あのボンネットが上がって、あ、整備してくれよなっていう動画が上がっとったけん、しっかりやってますね。そこが売りですからね、うち。なんかあったらまあ電話して。これがこれやろ、これやろ。いや、もう全部の部品や、もう全てあるけ、丸一台分あるけ、全部通る、あの車検で。そうなんです。フェンダーも全部。これ伊藤ちゃん、ムーブの鍵。あ、綺麗にしてくれなかったね。はい、この前より全然綺麗。ええ、でラジエーター変えてます。うん、でこれ外はあの色塗り直し で中のコアは全部もう変えてます。うん、でキャップも変えてくれとるね。キャップも変えました。うん、でコンプレッサーですね。エアコンコンプレッサー。今言われとった。これはい、これリビルトで変え。はい。でバッテリーはご指定のやつですね。とデフオイル変えてます。あ、デフオイル、はい。ミッションは変えてないですね。ミッション色はオートマー変えてます。はい、で右下のスモールキュー、これが切れてたんで、帰りの修正、はい、で後ろ窓のコーティング、あったね、はい、
これももう全部この辺この手でこう全部指で入れたい入れる範囲をしています。あ、そんなにうまいねやっぱ。はい、とライトのウォッシャー、これはつまりで、うんうん、両方と右手とでも高い。あ、高いです。はいはい、まあ、伊藤ちゃんの1チョンボ分ぐらい言われてますよ、はい、まあ現状販売という形になりますので、うんうん、今日我々が帰って10メーターぐらいで止まってももう文句が言えないというと、ね、変なおっさんが 1センチでも動いたらいけんけども、はい、お願いします。あ、ありがとうございます。すいません、また何かあったら電話して、はい、ちょっとせっかくおお、いいね。はい、チーズ。はい、じゃあこっち向いていただいて、はい、いきます。はい、こっちも行きますかね。はい、チーズ。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。え、これ全部車あるね。ハンダから全部。車屋さんよりある。これがすごいな。ジムコンプレッサーもある。ごめんなさい、あそこにあります全部よっしゃ、じゃあよろしくお願いします。あと後々もまたご連絡ください。はい、また C まで。はい、また遊びに来てください。はい、すいません、どうも失礼します。じゃあ気をつけて、自力で頑張って。はい、よし。ん？あれはね、大分にお引っ越ししたの。うん。それじゃあね、気をつけてよ。バイ。伊藤君。ん？はい。下取りムーブ。すげえな、あれ。父ちゃんトラックで。帰りは私は、ね。ハイエースで。わかります？なぜハイエースに乗り換えたか。それはね、馬インパクトをするためなんですね。トラックはね、やっぱね、行くとこ限られるんよな。高速のパーキングとか。はい、今日はこちらに行きたかったんですよ。じゃーん、フォルクス。大分はね、ないんです。ね、初めてのフォルクス。おい、フォルクス。待ってる感じ。2時前なのに、ウェイティング。今日は。フォルクスさんに来ました。はい、土日はですね、ランチがお得らしいんですけれども、この前の行列ができる法律相談所で見たグランドメニューからいただきたいと思います。フィレステーキですね。ジャニー北川さんが世界一美味しいって言ってたフィレステーキミディアムレア 200g を食べようと思います。はい。サラダバー。すごい冷たい。すごいね。フォルクスさんはね、日本で最初にサラダバーを始めたファミレスなんです。やっぱ違うね。彩り。ブロッコリー。これを多めに。これをね。海藻もあるやん。完璧やん、これ。オクラも。完璧じゃん。本当はこの辺行きてんやけどな。やめちゃおう。ハムスンシン、これですよ。指がついてる。パンとスープ、パン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 、すっごい。玄米、発芽玄米。あ、美味しそう。こうも大麦入りクリームスープ。もうこれだけでお腹いっぱいです。手を合わせてください。
ただきます。いやいいね。はいはいはい、サラダか。うん、あ、このソースなんかカントリーの味やわ。うん、めはいはいはい、どうも。エビの鉄板焼きでございます。ちょっとパンを食べてみよう。パン、うん、うまいね。なんかジュージュー言ってませんね。あっつ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 。よし、いただきます。うん、おお、エビ。ヒレステーキ200ぐらい。はい。鉄板にです。うおー。はい。はい。ちょっとお借りくなります。はい。うちもそれ。はい。大丈夫ですね。はい。ありがとうございます。さあ、主役が整いました。じゃあちょっと早速いただこうと思うんですけれども、まずはちょっとペッパーミル、ペッパーミル、これでも塩やん、こっちやな、ほんとにペッパーミル。これでもペッパーミル会社がいいよったんやけど、こうするやん、違う、こっちだけみたいな。今日はミディアムレアで焼いております。うわぁ、綺麗ですね。こんな感じですよ、ミディアムレア。まずは塩で、塩コショウ。うん、やば、これはうまい。見てこれ、うわ、酵素がいっぱいっちゅう感じ。ほら、うん、おいしい、これうまい。次はソースをつけてみようかな。もうこぼれや。ソースつけのオニオンソースです。ま、力出る。どう？赤ワインソースですね。やば。うん。おいしい。野菜も忘れずに。こっちにも野菜がある。ライス。ジャニーさんが世界一うまい肉として絶賛していたそうです。かそうやって亀梨くんにご馳走したらしい。なんかでも200で足りんよ。もうなくなるよね。お芋さん、
おいしい。野菜もうまっ。うん、ご飯もパンも食べる人。あ、オレンジブレッド。うん、おいしい。あ、うまいね。ちょっとペース配分を間違えてですね、ご飯だけ残ったんで塩ライス。よし、これでもう完璧です。うまっ。おいしい。なんかこう急に日本に帰ってきた感じ、ずっとこうアメリカを横断しようってキュッチ帰国した感じのホット感があるね。ホット感がある。塩ご飯おいしい。ジャニー北川さんおすすめのフォルクスのヘルステーキ、たもろもろ、マインパクト、ごちそうさまでした。運転頑張ります。はい、無事に帰ってきましたね。伊藤さん、ムーブ落とさなかった？はい、無事に帰ってきました。はい、はい、はい、今日はですね、小倉まで納車に行ってきました。で、お土産もいろいろいただいて、ビリケンさんもですね、はい、いただいております。これはですね、これ色が一緒なんですよ、実は。ビリケンカラーになっております。じゃあですね、ムーブはね、大切にしたいと思いますので、ムーブにご興味のある方は伊藤ちゃんまで連絡してください。はい。それでは皆さん、また来てね。じゃあね、納車ありがとうございました。いらっしゃい。まだまだちょっと表情が硬いです。こちらをね、開けたいと思います。幸せを運ぶケーキのお店、ケーキハウスコウノトリ。絶対幸せよこれ。伊藤さん、はい、幸せが運ばれてきましたよ。うちさんからですね。はい、ありがとうございます。伊藤さん、結構今回刈り上げてますね。じゃん、お、これをまたニューキャラクターですね。塩ブッセですよ、伊藤さん。はい、ありがとうございます、はい、いただきますかね。わ、美味しそう。うん、おいしい。いただきます。うぞ。甘いっす。卵が割ってる、うん、あ、ヤギさん、これ美味しいよ、これ。生地にも塩がついてるね、多分、うん、この周りにソルティドッグみたいな感じ、はい、ありました。あれよ、もう立ち去ろうとしないでください。食ったらあれや。分かってますよ。はいはい、はい、すいません、こちらですね、コウノトリさんの塩ブッセ。せーの、マインパクト。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
儲け損なったけ。どうしてそうあるかな。はいはいはい、無視はい無視はい、伊藤さん無視です。聞いちゃうの？聞いてねえやねんけど。そうなあ、スンとスンと行ってきます。福岡入って一回最初に大きいインターがあるけん、そこに止まるけん、はい、まあ、とりあえず後ろついてきて、スンとなっちゃう。なんだんじゃ、なん落ち込んじゃうの。ああ怒っちゃう、怒っちゃう、すぐ怒っちゃう。はい、乗りよっちゃう。はい。え何があったんですか。オークションにな、ダッション車のクレームが来たい。でオークションをこう表を書くのは伊藤さんが担当なんやけど、あの旧車とかは僕は書いてるんやけど、普通の一般の車は、ましてやトヨタ車、ましてや自分が売り寄った車な、自分が元トヨタで売り寄った車やけん、これはまあ間違えんやろうと思って、もう伊藤さんに任してるわけです。それのなんか出品表の記載ミス、伊藤ちゃんの4月ノーミス記録は2日で終わりました。2日で終わったって多分1日は彼休んでますからね。朝出社して3分もせんうちに来て、すいませんっつって、だけ4月の脳みそ記録は3分で終わりました。グレードを書くとこがあるな、まあそのトヨタハイエーススーパー GL ダークなんとかエディションみたいな、こうまあメーカー名、車種名、グレード名じゃん。うん。そのグレードを間違えちゃうわけ。しかも、何相手の思うツボ、本当は一個いいグレードなんやけど、低いグレードに変えちゃう。だからこの人の長所をアピールできてないわけですよね。うん。日頃から言ってるじゃないですか。うちあの、営業マンは少ないんだけど、車一台一台の個性が営業してくれてるけん、最大限にそこをこう出しなさいっていうふうにしてるんだけど、怠慢よな。だけどもう全部の彼のミスってそうなんや。集中してねえとか、こう、なんかな、悪いものを正そうっていう気がないわけない。だけど足をずっと置いちょってみたり、もう癖っていうか、癖っち怠慢やけんな。もう自分がそこでミスしたら、もうそこはもう絶対やっちゃいけんっていう頭を持ってねえと治らんわけよ。だけどまあ、伊藤ちゃんを通じてですね、うちのチャンネルはあの、教育系、社員教育系を、うん、やっていこうかなと。もう何やっても裏目に出るってとかな。もう、人のせいだ、全部。もうなんか、俺はやってるよ。でも裏目に出てるよってことやろ、それ。言葉を分析すると。いや、僕は何やっても裏目に出るんで。お前は、裏目のことをしようけ、裏目に出る。分かってねえよ、こう。裏目に出るっていうのはな。白っち、白出して、黒っち言われた時が裏目や。買った車屋さん、ラッキーよ。グレードはさ、いいグレードやけど低く書かれちゃう。で、店員は2近いちゃうけど5も乗れるいいことだらけない。でも、うちでまたクレームをする、違うやつ、クレーム入れたら、5万円引きでお願いしますって、こっちが頭下げんと悪いわ。そうなんや。グレード間違いやけん。向こうの人はそんなつもりで買ってねえと思うよ。右方向。うん。低いグレードやねえと悪いんや、とか言うことねえわけや。高いグレードにが安く買えたに、こうしたことはねえわけやけん。うん。でも、まあ、車屋さんもな、商売やけん。言えるとこは何でもやっぱ言わんと悪いん。だからラッキーやん。うわ、グレード間違っちゃいました。俺でも言うわ。いやいやいや、もう納得がいかんけん。5万円値引いてくださいって言ったら。もう、めんどくせえやん、こっちも。一回取り下げて、また出してとか。すると、お金の入金もまた何週間も遅れるし、
そこを気をつけてやってもらうとありえない。もう私は何やっても裏目に出るんで。その言葉を使う段階がどういうつもりで言いよんのかな。私は 100% 正しいことやってるんですよ。でも世の中が僕の逆を言ってくるんですよってことやん。そういうことやろ。私は何やっても裏目に出るんです。そう、お前が正しければその言葉使ってもいいんやけど、さあ、あんた気をつけりゃ裏目にならんかったことばっかりね。全部今まで。いや、そうやん。なんか正しいことしようっても、その裏目に出るっていう言葉が、急にコロナが始まって、予想もつかんようなことが起きて、もうやってたことが全部裏目に出たんですよなら裏目でいいんで。書き損じやん。書き損じで、いや、私が何やっても裏目に出る。バカかって。裏目やねえやろうがって。最初から裏出しとんのじゃお前がって。アホやわ。よかったもん、これ。いや、エイプリルフールやったらな。笑って済ましたんやけど、またまた伊藤ちゃん。4月1日やけんやろとか言えたんやけど、ちょっとギャグの要素もあったんやけど、また間が悪いで、4月2日やけんな、今日。対処すればいい。対処ができんけん、こうなっちゃうね。コメント欄で教えてください。いや、いろいろやりましたよ。怒ってみたり、な、甘やかしてみたり、こう、もうつぶつぶに、お前のやりたいようにやれって言ったら、キャバクラで35万使った。自分の好きな女バンバン呼んで、シャンパンバカバカ飲んで、いや、もう、もうこれは必ず恩返ししますんで、とかって。この辺で言われてさ大分と35万ですよ。大分の国家で、あんた六本木とかやったら100万以上使っちゃうよ。俺一番嫌なのが不可抗力でお金が減ること、怠慢により、確認ミスでお金が減ると、それがいいね。こうチャレンジしたけど減る分はいい。それはそれはまあな、博打やん、そう、水元やん、買い取りなんか。ああ、なんかまた思い出してきた。